ことが怖いとか、死ぬことがいけないとか、死ぬことが辛いとか思う人はね、毎日毎日毎日ね、明日死ぬだぐらいの思いなさいよ。で、明日死ぬなんていうことはとっても縁起悪い思う人はね、縁起じゃないんですよね。生命全うすることだから、真面目なことだからね、明日死ぬと思いなさい。僕はね、いつでもそう思ってる。こんなうまみがあるのに、なんでわしは死ぬ気になったんだろう。そういう映画ですね。生きるということの贅沢さ、一日に一回は笑えたよ。一日一回笑えたよ。笑わないとそうだよ。私は生涯映画をこよなく愛し続けた淀川さん、彼のたった一つの心残りは自分で映画を作ることだったそうです。しかし、ある意味で淀川さんの一途な人生そのものが何よりの作品だったのかもしれません。亡くなる直前、淀川さんはこう語っています。私はもうこの年で死が迫ってきている。死ぬことをよく夢に見る。振り返って嬉しいことばかり思い出される。嘘だよ、悲しいこといっぱいだよ、そうも思うけれど、悲しいことを忘れるほど私は嬉しいことがいっぱいで今日まで生きてきた。人生は何か、人間の使命は何か、そんな難しいことを考えなくても互いに嬉しかったなぁと言い合える社会が一番幸せ。淀川長。はい、もうすっかり時間来ましたね。もういやでもこれやめねばならない。またつけりたいですね。それでは皆さん、もしもこれ私がさよならさよならさよならと言ったら、これは曲が違うから怒られるかもわかんないね。だから、はい、また会いましょうね。これでお別れしましょうね。はい、また会いましょうね。